昨日は悪かった。昨日言ったでしょ、私は別に怒ってないって。え、さあ帰ろう。あ、でも椿君。待って、お前が怒ってるかどうか問題じゃないんだ。俺が彼氏として自分の彼女を泣かせたことが問題なんだ。俺を殴ってくれ、構わないから思いっきりやれ。私の耳を触って。涙が。あなたのせいよ。え、昨日椿君にあんなことをされてから。ごめん浦部。やというよりむしろ、だからあなたが昨日のことで痛みを受けるなら、私も同じ痛みを受けないといけないわ。浦部、君は私にもあるわ。浦部、俺の顔にあざができるのは構わないけど、俺の好きな浦部の顔にあざができるのは絶対に嫌だな。はい、また明日ね。いろんなことが変わっていくんだろうな。